どうもアニマル兄貴です。このチャンネルではですね、動物たちの面白すぎる生態について迫っていきます。はい、今日はですね、砂漠の大天使のスナネコ紹介していきたいと思います。いや、最近ね、結構ニュースとかでいろいろ話題になってて、これまで実は日本でスナネコって見ることできなかったんですよね。なんですけど、ちょうど今年に入ってスナネコが日本にやってきたということで、那須動物王国とそこの姉妹の神戸動物王国ですね、まあ、その2つでですね、今はスナネコは見えると。いや、やっとですよね。で、これだけでもすごいのにですね、4月の末に那須動物王国でですね、スナネコの赤ちゃんが生まれましたもんね。いや、ツイッターとかですね、めちゃくちゃ可愛いスナネコの赤ちゃんの写真がこうやっぱ回ってて、そもそもスナネコ自体すごいのに、その赤ちゃんがね、日本で生まれたっていうところで、いや、本当にスナネコ可愛いですよ。まあね、僕はもう始まってずっとね、可愛い可愛いずっと言ってるんですけど、今日はですね、その可愛さだけじゃなくて中身っていうところ、まあ、その生態について今日は紹介していこうと思います。はい、では早速ね、スナネコの生態紹介していきたい。可愛さを堪能したいっていうところで、ちょっと一旦映像を見てください。はい、ちょっとね、可愛すぎるんで、僕が喋ったりするとね、ノイズになっちゃうからちょっと黙っといたんですけど、いやー、可愛いっすね、スナネコ。うん、いや、変な質問するんですけど、なんでスナネコあんな可愛いんですかね。僕はですね、なんでこんなに可愛いんだろうっていうところをちょっとこう科学してみたいなと思いまして、その可愛さの理由っていうところをね、ちょっと考えてみたんで、よかったら皆さんもね、なんでスナネコあんな可愛いのかっていうのをあえてちょっと考えてみてください。はい、まずですね、顔、もうね、雰囲気といい顔といい、これもう全体的に童顔なんですよね、スナネコって。なんかね、大人なんだけどちょっとこう子供っぽい無邪気さがあるというかね、そういう感じですよね。うん、で、これなんでそう思うのかなって思ったら、多分輪郭なんですよ。家猫とスナネコ比べた時に、スナネコって横っ広いですよね、顔が。それで極めつけはね、もう完全に僕の主観なんですけど、あのクリーム色のね、体色、ちょっとね、しましまも入ってるような、なんかふわっとしたこう柔らかいね、なんか可愛いっぽいっていうのはね、ありますよね。いやー、ちょっとね、何の話をしてるんやっていうところなんですけど、なんであんなにスナネコは可愛いかっていうところをちょっとね、いろいろと見ていきました。ただこれでね、スナネコの生態終わりですってなると、いやいや、可愛さだけじゃんってなると思うんで、このね、可愛らしい顔とか、まあ、他のね、体の特徴みたいなところがどう日頃の生態と関わってるのかっていうところをちょっと今から説明していきます。いや、スナネコもね、この名前通り砂の猫っていうところで、まあ、砂漠に住んでる猫なわけですよ。で、砂漠に住む生き物、まあ想像できる通りですね、やっぱり暑さ、あとは意外と夜の寒さですね、暑さと寒さのこう差、寒暖差みたいなところとか、あとは意外とやっぱり水分とかね、餌の摂取とか、そういうところで結構砂漠ってやっぱり厳しい環境なんですよ。なので、あんな可愛いスナネコちゃんも砂漠の中でね、厳しい戦いを生き抜いてる、そういうことになるんですよ。なので、あの可愛いスナネコの体もそれに対抗するような面白いやっぱり特徴を備えてるっていうわけなんですね。じゃあまずはね、一番わかりやすい暑さ対策っていうところなんですよ。ちょっとね、想像したくないんですけど、もし皆さんが砂漠の中にポンって放置されたとしたら、まず何をするか、まあ、どんな対策をしようと思うか、これちょっと考えてほしいですよね。いやー、もう太陽もね、めちゃくちゃ照ってて、まあね、もう砂自体も暑いっすよ。このままだと死んでしまうっていう状況なので、まあ、すごいシンプルに言うと、暑い時に動かないってことですよね、1個目は。かつ、まあ、暑さをしのげるところ、つまり日陰とか、そういうところを探すみたいなのが、まあ結構イメージとしては浮かぶかなと思います。はい。なのでですね、実はスナネコちゃんも砂漠の中ではそんな感じで生活をしてるんですね。なので、まずは暑さをしのぐために彼らは夜に活動するっていうところで夜行性だし、日陰があるところ、つまりまあ太陽をしのげるところっていうところで、実は彼らは洞穴の中に住んでたりするんですね。いや、意外と 1.5 メートルぐらい。っていう感じなんで、ここからまあ床ぐらい、床って見えないと思うんですけど、結構長いですよ。うん、このぐらい、もっと長い、
うん、かなりの長さの穴っていうのを掘って、まあ、そこで生活をしてると。で一応他の動物たちが使ってる穴を利用したりとか、野良猫って住んでるところがそもそも結構点在してるんですよ。1個の砂漠の中にもう全世界の野良猫がそこにいるってわけじゃなくて、いろんなところに砂漠ってあるんで、その砂漠にこう点在していたりして、家猫のイメージから考えると巣穴で生活をしてるっていうところは結構意外なポイントですよね。じゃあここですね、彼らの体をもう一度ちょっと見てみたいと思います。はい、これ可愛いんですけども、見てほしいのはこの足ですね。この小さめなね、小柄な足なんですね、これ。いやー、普通に足だけなんだけど可愛い。この足に大変面白い特徴がありまして、この足の裏なんですね。肉球をですね、覆うぐらいに足の裏に毛が密集してるんですよ、実は。普通の家猫とかってね、肉球の周りに毛とかってこうね、生えてないじゃないですか。なんですけど、スナネコちゃんは肉球を覆うようにですね、毛が生えてると。で、じゃあなんで毛が密集してるのかと。で、これはもちろん理由がありまして、砂漠の砂って、まあイメージ通りですけど、熱いじゃないですか。なのでその暑さをしのぐって意味で毛が密集してるんですね。でその他にも、例えば砂漠の砂やっぱり滑っちゃうから、そこを滑らないように、まあ、毛とかがそういうストッパーの役割をしていたりとか、あとは砂の上にね足跡をつけたりするとやっぱ天敵に見つかっちゃうから、毛が生えているとそういうのがなくなる。はい、じゃあですね、砂漠に住んでるとこで水とか餌とかどうしてんのっていうところがあるかなと思います。はい、先ほども言った通りですね、彼らは夜行性なので夜狩りをするんですよ。ここでですね、別の動物のお話もしていきたいと思います。夜狩りをする動物と聞いて、皆さんの中でどんな動物がイメージ湧きますかね。うん、僕はね、フクロウが真っ先にちょっと今浮かんだかなって。でフクロウは夜狩りをするためにいろんな特徴を持ってるんですけど、その中の一つとして聴覚を使うっていうのが大変有名な話であります。でフクロウの顔って結構よく見てみると面白くて、まあ、顔がですね、なんかこう、なんだろう、衛星のアンテナ、パラボラアンテナみたいにこう丸くて、こうなんかいろんな音とか集めそうな顔してません？なんかなので、ああいう形で音をまず集音するって意味の機能があったりとか、左右に耳がついているんですけど、大きさがまず違うんですよ、耳の。かつ耳の位置っていうのもこう平行にあるわけじゃなくて、ちょっとずれてるんですよね、こうやって。だから その音が鳴った位置とかを立体的に、実はそういう仕組みで捉えることができると。なので、まあ、目があまり見えなくてもどこにどんな動物がいるかっていうのを音だけで探知することができると。すごいですよね、フクロウは。フクロウすげえっていう話をしちゃったんですけども、まあ、こんなように、まあ、夜行性でね、聴覚を使うっていうところは、実はスナネコもそこは一緒なんですね。まあもちろんね、フクロウみたいにその耳がずれていたりと形が違うとかっていうのはないですけど、まあ夜行性で特に聴覚に頼って餌を取っていると。なのでもう一度ちょっとスナネコの顔を見てほしいんですけど、こんな風に尖って大きな三角形の耳っていうのが、やっぱり砂漠でですね、音をこう聞くときにそういう大きくて尖っている耳っていうのは役立っているってわけなんですね。この耳、実はですね、よく見てみると耳の穴、ここの周りにたくさんの毛が密集してるっていうのが分かりますよね。これは砂漠の中を歩いている時とか、やっぱり風とかで巻き上がった砂たちが耳の穴に入らないように、毛がそれをこう邪魔する役割っていうのをしてるんですね。なのでこうして夜にですね、砂漠で音を聞いたら、まあ、そこの砂漠の砂の上を歩いている砂ネズミとか、そういうネズミをパクッと取って捕食をすると。で水分補給の話なんですけど、水分は基本的にそういう食べた獲物から水は取るというわけなんで、別途ね、水分を取るためにどっか移動したりとかっていうのはしない。まあただね、もちろん水たまりとかあれば、それは積極的にもちろん飲むんですけど、基本的には食べ、その獲物から水分は摂取すると。で、まあこの餌、やっぱりね、常に取れるっていうわけじゃないんで、一回取った餌っていうのは土の中に埋めてちょっと保存をしてみたりとか、そういうふうに餌がなかなか取れない時っていうのは、そういう貯食っていうのをしながら生きながらえると。そういうふうにスナネコは生きてるんですね。はい、どうでしたかね。結構そのスナネコの赤ちゃん、もう本当に可愛いんですよ。なのでもう可愛さばっかり、砂漠の天使みたいなね、まあ僕もめちゃ言ってたけど、そうなんですけど、実はそのね、外面の可愛さってよりは内面にある、どういうふうに生きてるかとか、なんでそういう顔とか見た目なのかっていうところが生態に紐づいてたりするんで、その辺もぜひ別の動物とかでも調べてみると面白いです。ではですね、またいろんな動物の生態を紹介したいと思います。
動物と人を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。はい、この時間はですね、おまけの時間ってところで、僕今年の1月の15日から動画を撮り始めて、で半年経ったんですね。でそれはずっと動物の生態ばっかり紹介してきて、僕らしさとか僕はどんな人間なのかっていうのがあんまり伝わってこないみたいな話を聞いたので、であればね、アドリブで、どんなことを話したいかとかね、考えずにちょっと1分ぐらいの時間を毎回設けようかなと思ってね、ちょっとこんな新企画を始めてみました。でね、今日はね、やっぱりね、もう僕好きなんですよ、このペットっていうかね、カメもそうだし、こっちにいる生き物がね、ちょっと餌をね取りながら、餌をあげながらそうなんかね、餌をあげるところ見てみたいなと、見てもらいたいなと思います。なんやねんそれって感じなんですけど、はい、パッ、餌そこ、俺じゃないよ、ちょっと待って、餌、餌向こう行っちゃった、はい、食べましたね、よかった。いやね、本当に日々ね、動画を撮ってる時っていうのはもうね、僕そんなに喋るの得意じゃないっていうのもあるんで、こんな感じでね、原稿見えますか、 Google ドキュメントでね、こうやってちょっと原稿みたいなものをね、こういう風に使って、こういうのをちょっとね、確認しながら、こうやって喋ってるっていう感じなんで、ちょっとね、今日はね、アドリブでちょっとグダグダですけど、僕ね、動物本当に大好きなんで、いつかね、この子たちを題材に、この子たちの生態をちゃんと紹介していったな、いければなと思っておりますんで、僕の動画もそうですけど、僕の動画見た後にね、いろんな動物の生態を調べてくれたりとか、自分で調べたりとか、そういうのが僕は、あると一番いいなと思ってるので、ぜひ他の人の動画を見ながらね、動物の面白い生態学んでいってほしいなと思います。ちょっとね、また最後真面目になっちゃったんですけども、次の動画お会いできればと思うんで、バイバイ。